はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那亮でございます。龍斗様、やすし様、光る光る様、武蔵の親父様、わやじゃ様、ひーちゃん様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。政治活動資金の一部にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。矢野千鶴様、美代子様、中川様、ポスティングボランティアお申し出誠にありがとうございました。引き続きポスティングボランティアも大募集であります。区域は東京全域、お好きなところで、まあお近いところ、近所でも構いません。ご連絡いただいたら、チラシ1000枚単位でお送りしますんで、よろしく、応募お申し出ください。もうその方が定年したんでバラしてしまいますが、まあ、公安関係、警察関係、こういう選挙違反に出くわした時の最善の対処法は110番です。こちら、内裏たすきで、選挙期間でもねえのに、名前入ったたすきで堂々と選挙違反して恥じることもない、共産党の山添拓一味なんですけれども、その方の言うことによりますと、110番通報は内容と対処の報告書を署長に出さなくてはいけない。警官にとっては重いものである。110番通報されたら対処に出動せざるを得ない。放置できない。位置情報をオフにしてても所轄の署につながるようになっているだそうであります。スマホは位置情報をオフにしてても110番ってその場から電話すれば、その所轄の警察署に必ずつながるようにシステム化されております。国家権力だなーって思いますけれどもね。なので、こういう選挙違反、特に共産党のね、出くわしたらですね、勇気を出して110番通報してください。自分の携帯番号警察に知られちゃいますけれども、警察はですね、あなたの住所氏名とか、運転でいつ罰金払ったとか、そういう情報全部持ってますんで、運転免許でね、恐れることはありません。そうすると必ず警官がやってくる。連中に事情を聞きに必ず出動してくれますんで、やるたんびに、選挙違反やるたんびに警官来たらですね、少しは違法行為をすることの妨害、共産党の妨害できるはずですんで、よろしくお願いします。私もよーく新宿アルタ前とかでやってる左翼集会がプラカなんかをガードレールや電柱に設置してるのを見たときは必ず110番しております。あれ違法行為なんでね、許可なく設置、公共物への設置は、違法行為なんで、内裏たすきでなくても110番通報しております。例の参院神奈川に立候補する機械師のエズズさんについて、信者が彼女に群がって土葬墓地作らされんじゃねえの、何十万人も集まって作れ作れ言われたら彼女は抵抗できんのっていう懸念について、チャンネル桜の水島社長はですね、我々がそんなことはさせないって言ったらしいんですけど、させないっつったって、せいぜいね、国盛から除名するぞって脅すぐらいしかできないんじゃないの。相手はね、その国の法律よりも神の言葉であるコーランに従うって言ってる連中ですよ。水島社長、アマちゃんすぎでは。墓地が絡んだら除名どころか殺されたっていうこと聞かないんじゃないの、そういう人らって。水島社長はですね、我々がそんなことはさせないって言ってっけど、そういう状況になったら彼女を殺してでも土葬墓地止めるっていう覚悟あるんすかね、あるんすかね。それに仮にそうしたとしても殉教者になっちゃって余計ひどいことになりますよこれ。とりあえず新党国盛はですね、機械一世を国会に送り込もうとしている売国政党ってことでいいですかね。この虫はいい虫だからっつって、米びつに虫入れられてたまんねえよ、そんなの。
ほんなさ、これはいい虫だなんて誰がどういう基準で判断してんだって話でね、それを指摘されてもですね、あの人はいい人なんていう女子供がっつうような甘いっちょろいこと言って開き直る連中ってことでよろしいでしょうかね、あの新徳国森はね。情報ありました。集金業務は、まあ、NHK の情報なんですけれども、この情報を得るために、昨夜は出張っておりました。集金業務は来年度から完全子会社の NHK 営業サービスが一括して行うそうであります。で、下請けは順次ですね、契約を更新せずに、破棄解雇されておるそうであります。そっか、あの NHK の相談の電話少ねえのはそういう理由だったのか。 NHK は今までのようにね、集金人が悪さして苦情の電話あってもですね、下請けがやったことなんでっていう言い訳が通用しなくなるんで、今後はあの完全子会社の営業サービスの集金人が回るようになりますんでね、集金人の行儀が多少良くなると予想できます。ますますあの相談の電話減るのかなと思いますけれども、今まで深夜訪問や居座りや契約してくんね払いせに庭に押し越していくとか、そういうね散々悪行してきた下請けの集金人は全員失職でざまあ、バジャーだったんだなこれな。まあせいぜい路頭に迷うといいですよ。全然私同情しませんから。6月1日クローズアップ現代を制作していた NHK 子会社 NHK グローバルメディアサービス社員川崎健二44歳を逮捕。同社の経理だった時に出張用として特急乗車券を詐取し換金する手口で約780回繰り返し、被害総額 1.8 億円、1億8000万円だそうであります。ネットの反応です。黒源、完全に現代の闇で草、その金も元は受信料、黒源でこいつを特殊しろ、クローズアップしない案件、氷山の一角でしょ、管理体制めちゃくちゃ、1億8000万になるまでバレなかったんかーい、ちゃんとテレビ報道しろよ、いうような意見がありました。4年間で780回、2日に1回のペースでやってたんですね。総額 1.8 億円、年間4500万円、月370万円騙し取ってた。1日12万円騙し取ってた会社からってすげえなーって。まああの被害者も NHK メディアなんとかだっけ、だったんで別にいいんですけれども、ここまでやられないと気がつかない NHK ね、どんだけ金の管理がずさんなのかって話ですよね。どうせあの受信料で無限に金が湧いてくって思ってっから適当なんでしょうね、金の管理もね。黒源はこの犯行を特集して番組にすっといいよ。他が知らない内部情報もたんまり持ってるだろうし、取材も安上がりでしょってやるわけねえかって話なんですけど、内部情報 2NHK 内部で不祥事と逮捕者が突出して多いのが編成局と報道局だそうであります。これね、浮世離れしてんだよな、ここの2つはね。特権意識に満ち溢れてまして NHK 様だがぐらいの話で、前田会長がこれを問題し、クレームを受ける部署である視聴者消局営業局と数十人規模の交換人事開始だそうであります。クレーム、苦情電話とか受けている、営業局は世間の自分らの見る目を知ってるんで、行儀良い、不祥事を起こさない、犯罪者ももちろん出さない、ということでね、営業局はあの普段、身を正しているので、不祥事が少ないと、編成と報道は世間から乖離しており犯罪が異常に良い、これを混ぜることで、あまりの不祥事の多さ、編成と報道を是正したいっていう、交換人事になるんでしょうけどね。今まで全く氷がなく窓口に寄せられた苦情も全て営業局が握りつぶしてですね、編成と報道の耳には届かなかった。なので常識知らずの世間一般から乖離したモンスターが出来上がったっていう自業自得ですね。2億円近い巨額詐欺事件だが、ワイドショーでは
多分一切扱わないですね。新聞報道だけだと思います。テレビでは一切報道しないと思います。自分の不都合を報じないなら、NHK は公共放送を自主するの、今すぐやめろって話。何が公共放送だ。自分の不都合は決して報道しないんでは、スクランブルデモなんかもね。何が公共放送だ。今すぐ公共放送って、自分で自分のことを褒めるのやめろって話ですね。TBS の穴はこんなに嫌われてるんだ。ネット上の反応や会社に送られてくる声を見てもやっぱり嫌われてるんだと思います。だそうであります。ネットの反応、嫌われるほど見られてないんじゃね。この人誰テレビっていうより TBS が嫌われてるんじゃ。本人は十分理解してそう。 NHK もフジもテレ朝も全部嫌われてるから大丈夫。何が大丈夫なんだか。上から目線で横柄だから嫌われる。嫌なら見るな精神で頑張ってね。もう誰も見てないし常識でもないよ。嫌われてるんじゃなくて無関心。新聞とテレビは生き残るのは正直無理なんじゃ。試験ですけど、もう一度テレビの信頼を取り戻したいとかも言ったらしいんですけど、20年遅えよって話。今更何言ってやがん。フジでも全局が黙殺した時にもうテレビの運命は決まってたんですよね。事件の時に被害者を追い詰めるのをやめろ、不愉快だって意見がありましたけど、全くテレビ見てないので実感ないですけど、未だにそんなこと言ってんのか。つくづくね、事情できねえ連中ですね。滅ぼすしかないですね。井上貴博、画像を見ても誰だか全然わかんないですけど、皆さん知ってます？俺全然わかんない、この人誰なんだか。初めて見た。テレビなし20年だとこんなもんすかね。スクランブルでも報道しないテレビはもちろん大嫌いなんですけど、それはもう TBS に限ったことではありませんので、私5年ほど前ですね、6年前かな、テレ朝の株主総会に、行ったことあるんですよ。で運よく当てられて質問したことなんですけど、何々通事件では被害者の韓国人女性が通名しか報道されず実名は伏せられたママだったが、それじゃあ彼女の親族や関係者が彼女ってわかんないんじゃないですかって質問したところですね、テレ朝の常務だか専務だかが周知できるよう広く知られた日本名を報道しましたとか言ってて、あれおかしいな、何それ、周知のためだって言ったら実名も通報も通名も両方報道すべきでしょって言ったら常務黙っちゃいました。通名報道を質問された時のためにですね、回答例を何の工夫もなくね、用意してた文章をそのまんま棒読みしちゃったみたいですけど、バカなのかなバカなんだなきっとな。上層部がこんなバカなんでは、現在のね岩盤視聴者である高齢者の減少とともに沈んでいくのは不可避でしょうね。システム的に広告も減らせねえしね、いきなりうようよもできないだろうしね。テレビしか情報源がない高齢者と主婦と、この動画をご覧になっているエリートの皆様との情報格差がすげえなあ。すごいんじゃないか。ある意味現代で生じている一番の格差では全く知んねえんだもんね。私もこのアナウンサーの顔を全く知んないですけど、こりゃ話通じねえわけだな。呆れちゃいます。給付金詐欺で国税局職員の塚本晃平24歳他7名を逮捕だそうであります。2、300人の他人名義で給付金を請求する手口で、被害総額は約2億円。主犯格の国税局の同僚の24歳の男はドバイに逃亡中だって。ここら辺ですね。ネットの話です。国税局、これはひどい。なんでバレないと思った。国税の知識あったら絶対バレるってわかるだろう。2億はやりすぎ。芋づる式でどこまでいけるかな。ワイドショーが給付が遅いとかせかした結果がこれ。これ切腹じゃなくて内首獄門になるやつ。まあ江戸時代だったらそうでしょうね。公務員の劣化ぶりはやばすぎ。国税がやっちゃうのか、怖いわ。頭いいのか悪いんだかわからん。ついうっかりとか弾みでとかがない詐欺はしこいよつきません。
これは人殴っちゃったついっていうのだったら、執行猶予をつく場合がほとんどですけどね、まあ、怪我させてなければ、殴ったぐらいだったら、怪我させるとまた傷害罪って変わりますんで、また違うんですけどね。ものすごく勉強して、せっかく国税局に就職できたのに、親泣いてるわね、これね。他人の名義借りとはこれまた稚拙な手口であります。絶対すぐバレるだろうに、24歳ぐらいじゃ幼稚さが抜けてないお年頃なのかな。今の20代っておっさないっすもんね。30超えたぐらいから幼さが抜けてきますけど、逮捕7人ってことなんで、チームでやってたら発覚の恐怖心も薄れるんでしょうかね。まだまだいけるってやっちゃうんですかね。給付金詐欺多発でですね、マイナンバーカードで厳正な管理をとか、給付なんかやめて減税すりゃいいじゃんっていう空気になるといいなって思ってます。マイナカード嫌がってるのは犯罪者予備軍の左翼どもだし、減税が死ぬほど嫌なのは財務省だけだしね。この事件、まあ財務省にとってはダメージですよね。財務省国税局ってちゃんと言わないとダメだぞ。財務省は詐欺集団ぐらいに主語をでっかくして、断るごとに糾弾するのがいいかな。実質税負担率 48.1% ですからね。我々と財務省はやるかやられるかの戦いの最中なんですよね。実は財務省を滅ぼすか、我々日本人が滅ぼされるかいう戦いの最中なんですよね。そんな甘いこと言ってらんねえんだ、どこも四方八方敵だらけなんだからよ、いう話であります。というわけで、ポスティングボランティアご支援メール党員様大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。